沖縄県の宮古島付近で陸上自衛隊のヘリコプターが行方不明となった事故で、海上自衛隊のトップは海底にサンゴ礁が多く機体の捜索が難航していると明らかにしました。海底地形等が複雑で、サンゴにも複雑で、そうなんで探知したものも全て、UUV で確認しておりますので時間等かかっておりますが、海上自衛隊は掃海艇や潜水艦救難艦を投入し捜索を続けていますが、11日はヘリに関連する新たな発見はないということです。掃海艇では音波を用いて水中や海底の物体の情報を得ようとしていますが、酒井海上幕僚長は機体なのかサンゴの岩礁なのか見分けがつかないというのが実情だと説明しました。そのため無人潜水艇で一つずつ確認する必要があり、捜索に時間がかかっているということです。また周辺海域の潮の流れの速さも捜索が困難を極めている要因の一つだと分析しています。